おざす、ティッシュスンです。さて皆さん、この私 BA5 ね、3年間長々と実況してきましたが、もうこの動画でおそらく BA5 メインで実況することはもうラストとなると思います。まあ、BF2042 に、ね、移行するからなんですけど、もちろん、まあ、その2042からふいっと気まぐれで戻ってくることは、あれもうメインで実況することはもうないと思います。はい、まあ長かった。はい、というわけでね、今回はね、この初期武器、塗装のね STG15 で、まあ、BF5 の幕を閉じましょう。はい、なんかいたのは分かってるぞ。引っ込んだか。お、出てきたね。いってらっしゃいませ。あぶねえ、 SG か。はい、でリロードして、でなんか左の方で味方縛られてなかったっけ。ただ蘇生するとなると若干右のロングが怖いが、間に合うか。間に合ったね。お、素晴らしい。さあブラボーも取って、取ったがどっか入ってるぞ。でまだううなり終わってないんで、回り込んだら来ないはずなんだよ。ってことはですよ、こっちか。はい、いってらっしゃいませ。 OK、 はい。さあ今回はね、まあ冒頭でも言ったと思うんだけどね、まあこちら STG、まあ、ストゥルムゲベア15使っていきましょう。こいつだけなんか若干調整おかしいよね。いや BF5 の、ね、武器ね、全体的にまあバランスいいと思うんだけど、こいつだけなんか異様に強いんだろうね。なんか知らんけど、まあ強いっていうか、ものすごい万能性能、汎用性かな。もうどの距離でも戦っていける。待って。OK。はい。まあ、遠距離はちょっと無理だけど、まあ至近距離からね、遠距離まで対応可能ということで。さあ、やっていきたい。で、こちら、あ、嘘。まさかの一つ突撃。一つ、まあ、銃剣突撃か。はい。オペレーションアンダーグラウンド。うん。まあ最後はね、やっぱ神マップ。で締めくくり、あ、くくりたいかなと思って、こちら入ってきましたが、どんどんやってきて、危ないな。SG だね。狙い外してもらって助かった。はい、まあ、とりあえずねやっていきましょう。でまだ来るでしょう。だからズカズカいってるけど、で木たかれたんで、とりあえずピアットでもドーンドーンしても、なんかカスダメ、カスダメっていうか 50% か。まあ、1人以上抜けたのは分かってるんだけど、なんか切る足もついてないな。まだなんかそこら辺抜けたまま。ただこっち味方いるはずだけど。え、お、どこ行った。あ、なんか弾いっぱい散らばってるね。あ、なんかやれたっぽい。そしてジャンピングで打っていくわ。 OK、 いいね。はい、さあ、あとはなんか正面からなんかやばそうだな。ちょっと右から抜けていくか。抜けれたらだけど。さあどうですか。いませんな。で、こなんか言う。OK。あの構え方的に SG じゃないかな。腰ダメで構えてる。じゃ危なかったね。はい。さあ、リロードして。で、右側見てみましょうか。で、ただ、味方がだいぶ展開してるんで。あ、いいですね。はい。これも押していけると思うけど。どうかな。あ、あれ死んでるわ。で、あれなんか流れでいけねえかな。流れで、あ、ああいう力。まあまあ、じゃあ、トントンだわ。はい、というわけでやっていこう。さあ来てますな。 SG はそのぐらいきついでしょう。はい、さあ敵さんども BF5 を肌身で感じてくれ。はい、ドーンするぞ。ドーンでドーンで 50% 飛んだが、さあ BF5 をもっと体に染み込ませてあげよう、俺の STG15 で。はい、どうぞ。 OK。 さあもう事前ダウンロードもね、可能ということで、2042だっけ。はい、もう早速落としました。あとはもう待つだけ。もう本当に、待つだけ。いや、もうたぎってくるね。たぎるがあれ、SG だ、これ。決め打ち、きゃダメか。さあ、湧いてやっていこう。これどこ、これどうやって入ったんこれ、分隊員。ていうか、グレ来てるぞ、逃げろ。はい。さすが BF プレイヤー。あの、分隊員2人組ぐらい。あのよくわかんないポジからグレが飛んできても身じろぎもしない、もう BF プレイヤーの鏡。はい、というわけでやっていこう。まあ、それはそれとしてね。はい、さあこの STG さん、まあ、かなりの遠距離まで抜けるということで強いね、やっぱ。うん、ただちょっと右が怪しいか。わかりました。この STG、まあ、ストゥルムゲベアね、はい、の力もう敵さんに味わってもらってから2042に移っていこう。こういう強火系があったんだよみたいな、はい、思い出補正。というわけでこの木の中若干怖いが、まあ、ミニマップ見る限り周りは味方しかいないね。はい、
ただ一発イモられたんで、この方向か、多分あれかな、まあ、イモってきたと思わしきやつのヒットポイント8割飛ばしたぐらいです。速攻でとどめ、 OK で、リロードして一旦回復取りに行こうか。で、これで回復完了というわけで、で、味方だいぶ上がってるね、上がってますな。これはもう流れで俺も上がれるはず、というわけでやっていきたい。さあ、ここら辺からちょっと怪しいが、うん、敵もポジ取れるんでね、こっちもうまくポジ取って立ち回っていきたいが、いってらっしゃいませ。さあ、リロードして、あ、やべえ、うわ、SG だ、最悪や、この距離。多分ね、ダイナマイト使い切ったから、上投げれねえけど、銃でしょ、いや、負けたわ、これ。あ、ダメか。まあまあまあ、気持ち切り替えて、やっていきましょう。はい。さあ、このチャーリーもだいぶ包囲してるが、もうなんか取れそうだね、ここも。いいぞ。で、あ、このキャリアもらった、OK。さあ、リロードして。やっぱね、その GG とかもいいんだけど、グッドゲームとかも、接戦の。やっぱこういう圧勝の試合もいいよね。はい。まあ、正直、試合が早く終わるとかね、まあデメリットしかないけど。ただ今回もうラストだから、すべての力を出し尽くして、2042に行こうということで。さあ、過言は残さん。俺の全力食らってくれ、敵ども。で、あ、いらっしゃいませ、OK。さあ、なんか敵だいぶ巻き返してきたな。ブラボーのちょっと前まで交代させられてしまったが、うん、どうしようか。なんかさっきね、俺の全力を食らってくれ、ワンサイドゲーム上等、うわーみたいなこと言った手前、若干こういう状況になるのは恥ずかしい気がするけど、まあまあまあ、接戦になったら接戦になったでね、それそれで面白いんでやっていきましょう。で、さあ、こっちいるでしょ、なんか。さあ、そのなんかを排除して、で、味方がなんか撃ってたけど、さらになんかはいなかった。OK。さあ、リロードして。で、ここ。で、味方が上がってくるまで、ちょっとこれ待った方がいいな。と言ってたら、多分 SG だね、これ。入ってらっしゃいません。ここも、あ、このポジかなりいやらしいけどね。この、あの、下の上がってくる敵に対しては。はい。さあ、他にいないか。あ、いたね。お、右に流れたか、今。さあ、来なさい。いらっしゃいませ。まあ、ここ絶対負けないから。はい。さあ、あとは、で、味方もだいぶ、まあ、ちらほらだけど、来始めたんで。ただ、こっちなんか今、フレア飛んだ。なんでそんな水平にフレア飛ばしたのかよくわからんけど、まあまあいいや。で、なんかそれも、よ、お、え、お、めっちゃ来てる。これは一旦ステイバックだね。下がろう。はい、ステンバイ。ピアットドーン。ドーンしても45だね。でもう一発ドーンする。あ、もう一発ドーンしたら結構食らって、一人ちょこちょこ出てきたぞ。で、適当に撃って一人やって。で、あとはやっぱダイナマイトだな。はい、ってやらしますね。飛ぶでしょ。あ、ゾンガイ飛んだわ。3人飛んだ。はい。で、リロードして。ただちょっとこれどうだ、もう一発投げて、ヒットはなし。ダイナマイトに。ただちょっとあれ、突っ切るの怖えな。味方の全身待つか、あ、ちょっとクソエイムだねと言ったところで謎のダメージ。味方の MMG がたく、あ、助けてくれた、制圧して。あ、いいね、ありがたい。でさ、で、あっちから弾飛んできてるが、あれか、ちょ、わかんないな。あっち行った方がいいか、なんか抜けられてないか。あ、そうも言ってられない、近場に敵、あ、そっちか。こっちまだバレてないと思うんだよね、多分バレてない。あ、いらっしゃいませ。あ、いってらっしゃいませ。あ、いいね。やっぱこいつ強えよな。アサルトライン、あ、ライフルなので、ニキンデーベ。STG44。あ、じゃあ、違えわ。アルビノだ。スティルムゲベア1号ね。はい。さあ、この凄まじい強墓地で撃っていくが。で、2人やって。で、こっち大丈夫か。で、味方が出てくるまでやっぱ待ちたいね。さあ。で、なんか落としたぞ。うん、スライディングの落としたんだよね。ズシャーって言ってたから。なんか来てるかなと思ったら来てて、OK。さあ、あとは、まあ、とりあえず、まあ、前線、上げたいが、なんかいるぞ。いいですね。やれていく、スティルムゲベア1号。さすが、ダイスのエコ兵器武器。さあ、というわけで、まあ、とりあえず、チャーリーももう取れてるんで、このまま押し込めてやりたい。もう今回、俺の全力を食らってもらうという、もうことなんで。正直ね、なんていうの、たまに、チケットの調整とかやってたんだけど、あそこの拠点取ったら取らないじゃんやって、はい、もう今回はそこら辺の存続感じはなしということで、できる限り前へ。
前へしたいが、これ大丈夫かな。チャーリーなんかえらい味方の数減り始めてるぞ。右側の味方ちょっと危ないね。あと右側あと2人ぐらい、あそうでもないか、3人ぐらいか。じゃあ大丈夫か。はい、まあここら辺でじゃあ前線を張ってみよう。はい、で速攻です。 OK。 ただまあまあやってると思うけど、なんか味方と敵の取得状況はあんま変わらないな。陣地のあちょっと右やばいかもな、これ味方全滅したが。ただ左もやばいからちょっと目が離せないね。まあ来たら来た、その時、あその時早かったらな、来るの。はい、はい、いらっしゃいませ。はい、逃げない。で奥に1人いるが、ペッションに一発で、あとどうしよう。来て、あなんか左来てないこれ。 OK、 スライディングの音が。で正面からも来てる、いってらっしゃいませ。 OK、 でリロードして、おっとやばい。でこの方向いたよな今。はい、 OK。 さあでリロードして、でここでポジを取りつつ敵、あやべえそっち見てやがった。あのエリート兵やってからなんか、あやったみたいな感じで警戒心がほどけていたが、ありがたい蘇生すまない。でさ、まあ、リロードいっか。あこれ大丈夫かもしかして。あ味方やってくれたっぽいね、ありがたい。はい、さあこのチャーリーなんかいるが OK 危なかったね。はい、さあリロードして、でもこれチャーリーはもう取ってしまって OK です。はい、ちょっと ブラボーやばいな。でこう言うてなんかこれ落ちかけてない、あ再び上がりかけてる。もう全拠してしまえ、俺の全力を食らってくれ敵ども。はい、もうなんかそんな感じで、そこに OK、 もう終わりそうだね。あとぼちけ、はい、なんかだいぶ早かったな、20分ぐらいか。なんかあんまり前線できないなと思ったけど、あれが人数があまり多くなかったね。はい、まあ、朝方のこれアジアサーバーだからね、まあこんなもんなんだよ。はい、というわけでとりあえずまあ次回の動画は204になると思います。またね、BF ともとも T シスのよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。